そして、このハサミの使い方自体はバイアスに取っていきます。レザーで丸く、こうね、レザーで切るとやっぱ引っ張られたりとかね、ウエットでカットしてると仕上がり読めませんから、まあレザーでこう丸く切ってるようなイメージになります。こういう感じですね。レザーはやはりね、引っ張ってテンションかかりますから、切るっていう時に丸く切るっていうのも難しいです。カットラインを丸くしたいだけなんです、僕も。単純に言うと、単純にカットラインを丸く、収まりが良く、そして癖を生かしている、そういうスタイルをこのハサミで作りたいだけなんです。で、たどり着いたのがこのヘアリのシザーっていうだけなんですね。ですから、バイアスでこういう感じでこうカットしていきます。どんどん、もう皆さんやってるような感じですよ。毛束をね、こういうふうに取っていただいて、まとめていただいて、で、ちょっとねやりづらいんですけど、上からどん、上から取って、ここを取ってください。その時に、ハサミをね、本来こういう形でカットしてる方はちょっとやりづらいと思います。手がこんななっちゃうんですね。で、このヘアリーのハサミの良さは姿勢関係ないんで、楽です。このハサミの良さはすごく疲れないんです。開閉はするんですが、本当に疲れないんですよ。姿勢がいりません。ですから、指をですよ、こういうふうに本来はこう持ちますね。これをドーンとドン、逆刃でドン、こうです。本来左手の役目が人差し指になります。左手の役目が人差し指、3点で押さえている状態です。ハサミ単独でも安定している状態を作るには、この3点ポジションしかありません。こういう状態からこうです。1本指をここのポイントに当てるような感じですね。どうですか、ここに指先、人差し指を当ててください。これでカットしていきます。こういう感じです。そして例えば、この髪の毛をま、っすぐ押さえ、まっすぐね、下に収めたいという場合は上からこうカットすればいいんですね。ですが、まあ、癖のこともあるんで、癖と反対側にねじってあげる。そうすると癖が取れたりします。ノーテンションで、要はね、ノーテンションということはこういうことですよね。わかりますか、こういうことです。これわかりますかね。テンションかかってるってことは、ノーテンションってことはこういうことですよね。内輪と外輪がこういう状態です。ですが、テンションかけてしまうとどうなるかっていうと、上の毛が短くなります。これ分かってます。テンションコームでテンションかけてしまいますとどうなるか、コームでテンションかけてしまうとどうなるかというと、上のが短くなります。引っ張られます。そしてこれがお客さんが家で帰った時にどうなるか、ここでカットしてますから、結果これが短くなって跳ねます。それが嫌なんですね、僕は。なので、なるべくノーテンションというのはそういう意味です。この内輪と外輪の差をなるべく極出すということです。こういうことです。で、この状態をロックして、わかりますか、この状態をロックして、この3点ポジションでカットしていくと。これの繰り返しだけなんです。ただこのカットのやり方っていうのは本当は簡単なんですよ。ただ最初はできないんですよ。せめて1週間やり続けてください。こうです。わかりますか。もう一度説明します。ここを見てください。なぜ僕がコームを使わないかっていうのは、内輪と外輪の差なんです。こちらはこういう癖があったとしましょう、お客さんがね。で、そこでこのシザーでカットしていきます。そうするとこういうふうに収まりますね。しかし、コームを使っている方、もしくはレザーで切る場合、テンションがどうしてもかかりますよね。こう切りますから。じゃあどうなるかっていうと、コームを使った場合、この毛が引っ張られますね。そして
肛門を使いますから、この毛も引っ張られますね。そこでカットしますね。そうすると、ここ見てください。このズレです。内輪と外輪の差。ここをカットすることになりますから、ここね。乾かした時にどうなるか。本来お客さんが持ってる、こういう癖ありますね。そして、下の毛がこうなりますよね。ということで、ここのカットライン自体が、丸い方がね、収まるんですね。しかし、肛門を入れてしまうと跳ねやすくなる。表面の方がね、こう重さで抑えれますから、長い方が。ということで、このコーム、このハサミを使ってノーテンションでノーコームで突っ切るっていうことは、本当に癖毛を対応するような、カット法なんだよっていうことが分かります。なのでこの辺もこのたるませてますが、こういうふうにノーテンションで優しくカットしてあげるんですね。こういうふうに、こういうふうにですね。もうやり方はいろいろやってみてください。このようにたるませた状態で3点ポジション、これでこうカットします。でちょっとぐらいね、カットラインに毛残っちゃってもいいですから、まず仮で切ってみるんですよ。雰囲気を作るんですよ。最初からゴールを目指すじゃないな、正解を目指そうとしないで、その後ね、ちょっと切るぐらいじゃ全然時間のロスにならないですから、むしろお客さんがなんとなくいいなっていうスタイルを本当に5分以内ぐらいで作ってあげるんですよ。この膝を使って全然作れますから、簡単に。もう正直メンズだったら5分ぐらいで切れますから、まあ刈り上げとかは別として、まあ女の人でも、まあ正直本気出すと3分以内に切れると思います。だけどそれでカットしてしまうとお客さんがリピートしないので、あえてそこはやり直したりとか切り直して、カットするんですけど、正直3分ぐらいで切れます。僕は1分で切れます。